銘柄クイズ何の株でしょう。はい、この番組は豊富な投資サービスを取り扱うネット証券会社の松井証券の中で買うことができるある銘柄をクイズ形式で出題する番組となっております。はい、今週も来ております。自己紹介お願いします。加賀の加賀です。よろしくお願いします。サスペンダーズです。お願いします。はい、AKB48 の武藤トムです。よろしくお願いします。あのこれ見てもらう人は分かると思うんですが、はい、4本乗りなんですね、この番組。そうです。言わない。4週ぐらい同じ人がいるんですが、はい、今と何がすごいって、サスペンダーズが、はい、ありがとうございます。そうです、全部正解してます。本当に全部当てたいですね。なんかスタッフさんからはもうガンガンボケてくださいっていうふうに言われたんですけど、その指示を無視して全問正解。いいよ。この見た目でその喋りでボケないって最高。その中、はい、ちょっとドームちゃん、はい、ファイナンシャルプランナー持ってて、はい、今のところ一問しか当てないですよ。まあ、でも一問すごいなと思いきや、はい、思いきや。カー君は一問正解してます。二争いです。はい、ここで二争いをしてます。さすがに科学に負けたらやばい。そうですよね。ちょっと待ってくださいね。いや僕は。その野生を使ってそのグラフの数字がめちゃくちゃ見えるとかその目がいいとかいうその戦い方を、はい、みんなが見えない数字が見えるんですよ。目がいい中卒。そうですね。ねえ、いやだぜひともちょっとこれトムちゃん、はい、頑張っていかないと。はい、よろしくお願いします。さあ、そしてクイズの出題者は東大金融研究会の石川翔さんです。よろしくお願いします。さあ、では問題です。銘柄クイズ、何の株でしょう。はい、じゃあそれではまずこちらの株価のチャートを見てください。すごい今上がってますね。はい、まあ、特に大きな下落はなく2013年頃まで、まあ、横ばい、少し下がり上昇ぐらいでいったんですけれども、そこから急に右肩上がりで、大きく上昇していって、まあ、コロナ禍の2020年からとかでも大きく3倍ぐらいに上昇しているような、すごいな、会社になって。確かにそうですね。はい、1万5000円でもいきますね。はい、かっこいい。かっこいいですね。かっこいいですね。かっこいい。見た目がかっこいいですよね。差し馬を感じます。ディープインパクト的なカールリズム入ったところで見えた感じがします。すごいな。はい、対象は、そうですね、この企業の特徴をお伝えすると、まあ、まず戦後すぐ1946年にこの企業20数人で、設立されて小さい会社だったんですけど、それぐらいなんですか。はい、だってないんですね。はい、へー、今ではかなりの大企業になっていて、どれぐらい大企業かっていうと、現在の従業員数全世界でおよそ10万人。全世界、全世界、全世界。はい、じゃあ次の企業行きましょうか。はい、今さまざまな事業にまあ、展開している会社なんですけれども、はい、まあ、ゲーム、音楽、映画、あとは家電、はい、保険、銀行だったり、もう本当に上げ出したキリがないぐらいで、特にお笑いとかにも実は、もうこれほとんど言ってもいいかなと思いますよ。そこまで言っちゃったらね。はい、結構なこれヒントですね。これはすごいヒント。じゃあ次行きましょう。はい、まあ、1979年にはある商品を発売していて、世界中で大流行して、まあ、多くの人が身につけてたんじゃないかなと。身につけましたね、はい、世界をまさに変えました。そう聞いても、ここから今、はい、あれがあるって言ってもおかしくない、うんうん、日本じゃなくて世界、いやもう地球を変えました。本当にこれはもうあるものを劇的に変えましたね。全員が持ってるかどうかちょっと分かんないけど、持ってるとしたらいいなって感じ。僕はもう生まれた時にあんまり流行ってなかったです。あ、ブランドが、ああ、そのものがね。はい、ものが。でもこの会社の名前とか、ね、あ、そうですね。そのもの結構持ってると、あ、金持ちなんだ。なんかそんな感じだよね。はい、なんかそんな感じだよね。これは世界中でそう言われます。気持ち悪くなってきた。プレッシャーがすごい。難しい。難しいですね。え、今もみんな持ってますか？さっき言った流行ったものは、もう、まあ持ってる人もいます、実は。形が変わってね、うん、だけどその当時のそのものはもう誰も持ってないと思います、うん、ゲーム、音楽、映画、お笑いとか、これはすごいヒントな、ものすごい分かった。嘘だろ、マジか。あ、分かった。これ当たったですね、たまに。すごいな、これは。私負けちゃうんですか。
や、ちょっと多いよ、開くんだよ。ちょっと待ってください。頑張らないと、トムちゃん。ゲーム、映画、それでは、以上のイケメン何本が無駄かお書きください、どうぞ、はい、さあ、では行きましょう。回答を一斉にどうぞ。ソニー、ロレックス、ソニー、さあ。なんでしょう、この感じ。でまず、ロレックス、はい、ちょっと本当に思い浮かばなくて、はい、身につけてたらいいなっていうの、ロレックスはみんな羨むのかなとか。でも俺は途中話し合ってる時にウォークマン があるんじゃないかって言ったんですよ。そしたらなんか違うって言われて否定されたんですよ。あら、なんでウォークマン違うよ。ウォークマンちょっとその僕の耳に入ってこなかったです、ウォークマンっていう言葉が。言ってないさあ、その中で、はい、ポニーとソニーって書いてます。ソニーって書いてます、ちゃんと。はい、それでは正解の発表お願いします。この企業の名前はソニー。わー、ソニーしゃソニーなんとか、あくんが正解。でも結局同点なんですよ、結局ね。では、次の解説をお願いします。はい、正式名称はソニーグループ株式会社、ソニーグループ、はい、ソニーグループと言って、はい、いろんなグループの子会社を持っていて、その数はなんと1414社あって、1400のグループ会社。ちなみにお笑いの三大賞レースと呼ばれてる、はい、M1、はい、キングオブコント、R1 の全てで優勝しているのは吉本とソニーグループだけという。そうなんですよね、すごいね。そうなんですよ。他はありますか。はい、あ、そうですね、さっき言ったその1979年に世界に感動を与えた、はい、それ分かります。というのが、分かります、ウォークマン、ウォークマン、ウォークマンか。そうですよね、ウォークマンかなと思った。持ってました、私。カセットですか。いや、あの、こういう、あのスティックの方で、MP3 の方で、最近で、僕らカセットだったんですよ。ガチャって入れて、ガチャって入れて、もうでもね、音楽を持ち運べるっていうのが、もう最初理解が不能だったんですよ。音楽ってもう音が鳴るところに聴きに行く、コンポ、でっかいステレオに聴きに行く、コンサートに聴きに行く、音楽を持ち運ぶっていうことはまず基本できるものじゃないっていう感じ。だから車を持ち運ぶみたいなことができるんですよ。で、無理でしょ、車を持ち運ぶ。はい、わけわかんないです、うん、車っていうのは車に乗んなきゃダメでしょ、うん、みたいなもんで、音楽持ち運ぶの、うん、すっげえことになりました。もうチャートの追加情報はありますか。そうですね、やっぱりただそのウォークマンなどの、まあ、あと家電だったりでかなりそのシェアが伸びてた時期もあったんですけど、やっぱり iPod だったり他の家電、安い家電製品の、まあ、出現などによって2013年ぐらいまでは結構苦戦が続いていて、そうですね、特にエレクトロニクス家電の事業だと8年連続で赤字を、その頃まで赤字だったんですね、出していました。へー。やっぱり投資家からもなかなか評価されずに、特に2003年の最初の方でいうとソニーショックっていうのが起きて、まあ、1日で株価が 20% ぐらい落ちるっていうようなこともあって、日経平均もそれにつられて最安値になるぐらい、はい、厳しい状態だったんですけれども、2013年頃から上がってると思うんですけども、新しい社長が、テレビ事業の復活だったり、パソコンのバイオっていう事業を撤退したり、あとはその事業を今みたいに多角化していくっていうのを進めて、2018年頃に過去最高益っていうのを逆に取り戻して、そこから右肩上がりで伸びているような銘柄になっています。じゃあこの2022年の、はい、あそこは過去最高なんですか。そうですね、ずっとそこから過去最高、ソニーの中でも過去最高、はい、あそこは何ですか。2022年のところでいうと、コロナ禍でやっぱり在宅時間が増えて、ゲームだったり家電っていうのは必然的に結構需要が伸びていったところで、その
ソニーの主力製品が売れるようになって、営業利益の約半分がそのエレクトロニクスとゲームの事業から今なってた。プレステか。では最後にこの銘柄ソニーでですね、この最もチェックしておくべきことは何でしょうか。はい、ソニーグループっていうのはやっぱり大企業で、まあ、国内の時価総額ランキングでも現在、トヨタに次いで2位っていうところで日本代表する企業と言えるんですけれども、やっぱりさまざまな事業を持っているからこそそれぞれがシナジーを持って成長していけるっていうことが期待できたり、あとは直近だとホンダと提携して電気自動車に参入するっていうことを発表していて、大型で安定的な銘柄なんですけど今後の成長も期待できるっていう意味で、まあ、結構魅力的な銘柄なんじゃないかなと思っています。さあ、というわけでございまして、今回の銘柄クイズ何の株でしょう。ではソニーグループ株式会社をご紹介しました。それではまた次回、さようなら。皆さん、チャンネル登録、そして高評価、よろしくお願いします。